しぶりに。イエー。こんにちは。今日は金曜日じゃないですか。本当はね、もうちょっと早く配信できしようと思えばできたんですけど、今日金曜日だから皆さん逆にこう遅い時間の方が良いかな、明日休みだな人の方が多いかなと思って、そうあえてちょっと遅い時間にしました。そう、まあそのね、早い方がいい方ももちろんいるとは思うんですけど、うん、明日休みだからあえてちょっと遅くしてみました。よかった。髪乾かしたんですけどね、ちょっとまだ半乾き、毛先が。ただもう上の方は乾いてるからいいやと思って、それよりもだんだんもう私お風呂入ったらすごいケアするのにすっごい時間かかるんですよ、いろいろと。お風呂上がって YouTube とかなんかいろんな配信しながら、いろんな、いろんな映像配信とかいろんなの見ながら、足マッサージしたりとかストレッチしたりとかして、で髪乾かすからすっごい時間かかるの。だからね、そうちょっとまあ配信だとわからないかなと思って、下の方はちょっとだけ濡れてるけど来ました。最近髪美容師さんにミルクしてからオイルしたら方がいいよっていうのを教えてもらってからずっとそうやってやってるんですけど、髪乾かす前にヘアミルクして乾かした後にオイル、そしたらすごいいい感じです。調子が良い。髪の毛ね、切ってないんだよ。それがずっと伸ばしてるの。うん、エクステ取ってからね、そういじっておりません。前髪は作らないの。ちょっとそう今ね、なんかそうだね、作ってないね。前髪すごい長いんだよ今。見て、すごくない？長い。こんなんじゃね。もう目が痛い。だからこうやって流してます。うん、まあそう刺さる、目に刺さっちゃう。まあね、でもいろんな髪型をねこれからもしていきます。コメント見てるよ、チーム4資産4何回 B か8よろしくです。 B か8もよろしくですコメント見てって言われてたから見てますよ。もちろん見てますよ。じゃあ本題の毛利さんをつけようかな。ちょっ
とこれ音をね大きくしすぎるとバンさせられちゃうかバンされちゃうからちょっと音気をつけてみたいと思います。いや怖いよもうバンになっちゃう。始まったさよなら森さん。始まりました森さん。でもさこれさ実況って難しいんですよね。この翌日の実況って生だったらさこう一緒に話せるんですけどこの実況ってなるとさ一緒に見てないからん？うん。みんな見た？みんな見てなかったら見てください一緒に。そう難しいの一緒に見れてないからさ。でもだからってさ声入れられないじゃん。すごい髪が長いとさ雰囲気違いますね自分の話だけど。今見始めてる？お、ありがとう。あ、今一番さんが出てきました。先輩の一番さん二番さんが出てきました。そうこの OG を見分けるやつを見てます。1234私ねあの知ってる方はいたんですよ。でこの時点で知ってる方はね知ってる方っていうかこう私初期の方本当にあの AKB にもともと詳しいわけじゃなくてそうメジャーな曲をよくやっぱこうテレビで見てっていう感じの感じだったからそう本当にもう AKB のことめちゃめちゃ知ってますっていう感じじゃなかったのでただこういろんな昔の映像とか見てるところとかで見覚えがあるなとか思ったりしたのは2番さんと4番さんがこうちょっと覚えてたんですよ。覚えてたというかそうなんかうんでもね話聞いてるうちにだんだん変わってった。そうニワンさんは来た時に峯岸さんとなんかちょっとアイコンタクトじゃないけど峯岸さんももちろんさバレないように気をつけてるんですけどでもニワンさんがすごい峯岸さんのこと見てる感じがしてニワンさんは絶対あおじいさんだなって おじいさんって言い方ちょっとあれですけど昔の先輩だなって。で4番さんは私はそのお顔を覚えていたんですよね。でもお会いしたこととかなんか被ったことはないんですけど私が加入した時多分ただ記憶にあったんですよね。うん、ちょっと今は番号で呼ばせていただきます。まだね名前が出てないから。で5番さんはなんか私見覚えがあってそうどっかでお会いしたことあるのかな。だから見覚えあったからっていうのとなんかこうで6番さんは6番さんも見覚えというかなんとなく顔お顔を何かの写真昔の AKB の写真とかなんか劇場公演とかなんかそういうのでこう小柄な方がいた気がするんですよ昔の映像に。でそう5番さんがすごい小柄だったので身長が5番さん6番さん1番あ5番さんか
だからそう、5番さん、あと5番さんの話の内容を聞いてたら、あ、これは本物の方の言葉だなって思ったんですよ。だから私の中で確定的だなって思ったのは4番さん、5番さん、2番さんかなって思ったの。そう、確定的って思ったのはそう245かな。あ、間違えた、245じゃない、5じゃない、5番さん違う、ちょっと今番号が見えない、あ、6番さんかな、うん、ちょっと髪の毛で番号が見えないけど、うん、そう、で3番さんは違うなって思った、そう、先輩じゃないなって思いました、それはすごい思いました、うん、見覚えないし、すごくよく、なんだろう、喋りが上手な方だなと思ったので、先輩も喋り上手なんですけど、そうじゃなくてこう、なんだろう、支える側じゃないけど、こう、うん、なんかこう PR じゃないけど、そういうのが上手な、おしゃべりが上手な方だなと思ったので、うん、違うなって思いました。本気で当てようとしてニヤニヤに見てる。確かに目、もう本当に考えてたから、真剣に考えてた。でもね、ももちゃんがすっごい悩んでて、ももちゃんそう、ももちゃんがね、私が今違うって言った方、何番さんだっけな、あ、3番さんだ、ももちゃん3番さんかなって、3番さんがあや、いたき先輩な気がするって言ってたんですよ。いや、3番さん多分違うでしょってなんか2人で話しました。で、私も結局間違った方をこう予想しちゃってたんですけど、1人、そう、うん、ファンの人はね、もちろん知ってますよね。で、5番さんはさ、なんか私どっかで会ったことあるのかな、なんか見覚えがあるんですよね、かわいい、かわいい、あの子、うん、そう、私は246番さんかなって思ったけど、ただ5番さんもそうかなって思っちゃったんですよね。うん、そう、すごいね、真剣に考えてたんだよ。うん、演技うまい、皆さん。
そう、メイビー好きなのかもしれん。これ両手バージョンこの間習ったの。まあでも久しぶりだとね。でも、昨日覚えたのは、研究生の時に振り付けを教えてもらった先輩ってゆいりさん誰だったんだろう。誰だったんだろう。いい話。こんばんは。今実況で見てます。一番さんは家が入る直前に卒業した。そうなんだ。そうなんだ。そう、ももちゃんがね、3番さんがずっと気になってたから。せやさん面白い。粗品さんも地味に映ってるのが面白い。こんなファンの人いない、いないかな、いないかな、いない。そう、粗品さんはお兄ちゃんって呼んでくれてるんですよ、私のこと。嬉しい。なんか呼ばれない呼び方だとね、なんか新鮮ですよね。なんかさ、普通に見ちゃう。普通にテレビを見ちゃいますね、これ。危ない。本当に先輩なら写真は撮らなそう。撮らないですね、普通だったら。やっぱこう男性と撮ると気にしダメ、勘違いされちゃうなっていうので撮らないかなって思ったから、あ、この方は絶対ないなと思った、確信を。で、4番さんは見たことあったからな、知ってた。
そう。うん、お肌ツルツルで自分ですっごいテカテカでしょ、すごいよね。テカテカというかテカテカは嫌なんですけど、すごいつるつる、確かにサイン NG で彼氏受け、うん、4番さんはそう面白い、癖が強かった。うん、皆さん分かりました？分かったか。でもまあ分かる人は絶対すぐ分かりますもんね。うん、CM 飛ばしそう。うん、わかるというか知ってる。そうだよね、知ってるよね。もうもうね、そりゃ先輩ですからね。本当失礼ですよね。でもね、本当に失礼だよね。間違えちゃったの失礼なんだよね。ん？パーマくん？クマタワー？かわいいクマタワー。パーマくんありがとう。ありくま。そうなの本当に。でもね、そう。うん、迷ったんですよ。ただね、そう迷ったんです。うん、ゆい何を見てる？あのさよなら毛利さん、さよなら毛利さんの実況難しいもう見ちゃうです、普通に見ちゃうからね難しい。今先輩が別れてる、どっちに行くか、本物か偽物かのゾーン、難しいな。今 CM 飛ばした。歌ってんのやつになってるよ恋するフォーチュンクッキー、未来はそんな悪くないよ、ヘイ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 、人生捨てたもんじゃない
奇跡が起きる、あなたとどこかで愛し合える予感。1246が本物でした。占ってよ占ってよ。1246でした。間違えた。今野さんごめんなさい。今野さんでしたよね。あ、間違えた間違えた。今野さんは出た。中谷さんごめんなさいです。間違えちゃった。皆さん2期生とかなんだ。すごい。すごい。先輩方は本当すごいですね。昔のね、昔の AKB を作り上げて、いや本当に、本当にみんな、私たちがこうやってね活動できてるのもすごく恵まれてるのでね。一からね AKB っていうのを作り上げてくださった先輩方に感謝だなっていうのはすごく思います。先輩方がね、作ってくださったの感謝で、でも今の AKB を支えるのはもう私たちなので、自信を持って、これからも AKB っていう名を誇りに持ちながら、今の AKB を今のメンバーでまた盛り上げて作っていきたいなって思います。頑張るぞ。あああ終わった。毛利さんありがとうございました。そう、そうです。やっぱりね、このやっぱその先輩方が作り上げてくださって本当に感謝してますし、本当にそのおかげっていうのは常に思ってるし、忘れちゃいけないなって思うことではあるけど、でもとはいえ、そうよく考えたらこう、よく考えたらというか、もういつの間にか先輩卒業していってしまって、でもなんかこう本当に思うのは、そのありがたくまだ先輩方がたくさんいらっしゃる時に所属して、少しでもその先輩方がいたっていうところの経験ができていたのはすごい良かったなって思います。その昔を見てたというか、そう最近だったらまあ横山由依さんとかにもこう初期の話聞いたりとか、そう話聞けたりとか、なんかさこういう話すると話しちゃうんですよ。語るというかね、なんかつい話したくなっちゃう。
そう、普段話せないからさ、なんか、うん、前田さんはね話してないです。ただまあ、まゆさんとかやっぱそう、まゆさんとかはやっぱこう近くで見れたし、私ツイッターにもね書いたんですけど、11月のアンクレットを今回あやねちゃんがそのセンターでじゃんけん大会、じゃんけんじゃない、くじ引きで勝ったから踊ってたんですね。でそのリハーサルをさ、やっぱり見るじゃないですか。見てたらもうもちろんもあやねちゃん似合ってるし、すっごい可愛くって、もうみんなもね可愛いって言ってたし、私ももちろん可愛いと思ったけど、見ながら可愛いと思いつつも、やっぱりまゆさんがこうね出てきて、自分の中からそう曲が流れた瞬間、あのねでさ、やっぱり私もあの曲はそのまゆさんの同じ0番の後ろでマカブリでほぼ踊ってたからし、なんかこうすごく私にとっても勝手にですけど思い入れのある曲ではあったので、そうなんかいろいろ思い出してすごい一人感動してました。うん、すごい感動、いい曲だなって思った、勝手に。そうよくひょっこりしてた、まゆさんが目立つところなのにさ、私も唯一さ自分が出るところがオーケーのところでオーケー君の勝ちってところがあるんですけど、そこが唯一こうひょこひょこって顔を出す場所 で今映像見ると邪魔だよって思うんですけど、その時はもう私もせっかくこう選ばれてるから、自分がの見せ場の時はしっかりこう与えられた場所だからアピールしないとっていう、その時は強い気持ちがあったから、そうだからこうツインテールっていうのももう定着させようと思って、その時はずっとツインテールしたりとか、その時はそう必死にアピールというか覚えてもらうためにどうしたらいいかっていう風に考えた結果やってたんですけど、そうただね今思って今見返すとそう邪魔だよって思います。すごいすごいすごいアピールしてるのが、そうまゆさんだけでいいのにいやーって思う、今見ると恥ずかしいって思うけど、まあそういうのもそういうのもあったなっていう記憶が思い浮かびました、曲を聴くと。うん、ツインテールね、よくやってた。ツインテールでも今ツインテールはエリちゃんがやってるよね、よく。エリちゃんもねなんかそう定着覚えてもらえるようにっていうので多分今やってるから、まあでもたまにはいいか、たまにはやろう、たまにはできる時にやろうかな。じゃあそう
たまにします。またエクステつけたりしようかな。じゃあバズリズムも見てくださいね。バズリズムはリップグロス以外もやる曲。そう、私エクステつけてないから今この長さなんですよ。エクステありとこの長さどっちが好きですか？やっぱさ地毛の方が落ち着くんですよ。ただ長い髪もいろんなヘアアレンジができるからいいなって思う。そう、この長さ嬉しい。どっちも嬉しい。嬉しい。イエイ。ありがとうございます。みんな優しい。嬉しい。あとね、この間武道館法定速度だったんですけど、皆さんのおかげで順位すごい上位、6位だっけ、6位だった気がするぞ。そう、結構上位ですごい嬉しかったです。うん、すごい楽しかったしね。うん、ホテイソクドと優越せーのって言ったそう、せーのってさ、ファンの人いつも声出せる時だったらいいんですけど、もう声出せないけどもう言おうと思って、その前にイントロで皆さん、あ違う、アリーナ2階席3階席の皆さん、うちあとペンライトを振って盛り上がってくださいねみたいな言ったんですよ。それ言ったからせーのの時一緒にこうやってやってくれるかなと思って、そうせーのって言ったらねちょっと言いたくなっちゃうかもしれないんだけど、そうそう、まあでもなんかやっぱこう、うん、なんかさ、でもなんかやってみてなんかすごいこう自分も楽しかったしいいなって思ったから、うん、そうですね、楽しかったです。ただねオリジナルメンバーでやったから人数が少ない状態でやったから私すごい歌う部分多くて、そう頑張りましたそうでもなんかさすごい体力がまたついたのか、そう踊って歌ってもなんか全然疲れなかったし、ネモハモルーマフルでやったけど疲れなかったし、3公演通しても疲れなかったし、特に疲れ持ち越さなかったし、全部なんかすごい成長したのかなって思いました。体力、うん、調子が良かったです。うん、体力の調子良かったです。そう、衰えてなくてよかった本当に。ネモハモルーマンフルで踊ってさ、やっぱみんな、うん、大変だよねみたいななってたけど、無事衰えてなくてよかった。なんだろうね、アドレナリンなのかな。もう武道館の時期は、というかこうコンサートアドレナリン出てて多分
疲れとかないんですよ。楽しいから。楽しさがあると疲れは飛んでくよね。うん、そう思う。なんで疲れないかって、そうだよ、多分楽しいから疲れないんだ。疲れよりも楽しさが強いから吹っ飛ぶ。うん、アドレナリンと、それだ。そう、よくさ、なんかなんで疲れないのとか、そうよく言ってもらえるけど、なんだろうなって思って今。うん、お、楽しんでたら疲れない気がすると思います。わかんないけど、まあ若さっていうの、まあ、うん、若さ、年齢ももちろんそれはあるのかもしれないですけど。そう、うん、あとご飯をしっかり食べる。そう、それはそう。でも食べ過ぎても体を動かしにくくなるなっていうのは思います。そう、うん、魚はねダメだなって思った。鶏肉とかを食べると、うん、動かしやすいです。バナナとか。うん、納豆ね、納豆は酢入れて食べるのが好き。うん、サラダも大事だよね。サラダも本当大事だと思います。私とかやっぱメンバーも言ってたけど、武道館の時期なかなかサラダ摂取できなくて、でそのお弁当を食べてたから、サラダっていうサラダは食べてなくて、できものできました。だから直しに行きました。スピンです。だから皆さんもサラダは絶対取った方がいい。うん、サラダ取れない時はもう青汁とかね、朝飲むとか。私は青汁を朝飲むか、ちょっと今飲めてないけど、トマトジュース飲むようにしてます。でも今日は夜サラダすっごい食べたそう、お母さんにサラダいっぱい食べたいってお願いして、濃い山盛りサラダと、なんかご飯とさつまいもって感じ。うん、温野菜いいよね。わかる、温野菜美味しいし好き。あと私のお母さんと今私がハマってる、豚肉をひいてそこにレタス包んで巻き巻きして、でトマトのなんかこうやつを乗せるの、ヘルシーご飯なんですけど、それがすごい好き、美味しい。カフェイン取るよ、カフェイン好きです。もう武道館の時期コーヒーがずっとあったんですよ、スタッフさん飲み用で、まあ、メンバーも飲んでいいよっていうので。そう、それをいつも朝ついてブラックコーヒー飲んで、で柔軟して体ストレッチして、でいつもあれしてました、イナバウアじゃなくてこうやって倒れるやつしてました。体をとにかくこうもう柔らかくほぐしてからステージのリハーサルに行くっていう、そうすると元気になるし、うん、ブリッジ、ブリッジ、そうブリッジ正解です。ブリッジ、ブリッジしてから、そうブリッジしたりとか、体を逆さにしてなんか胃を正常な位置に戻すみたいな、何かで見たんですけど、そう、わかんないけどそういうのしたりとか。うん、
ちょっと待って、うん、ササメイクさん、ササメイクさん、タワーありがとうございます。ササメイクさんありがとうございます。タワー、ササメイクさんまだいるのかな。ありがとうございます。ササメイクさんはメイクさんなんですけど、あの武道館来てくださってました。多分そう来てましたよね。お会いはできなかったんですけど、でも本当にそのね、オルガン坂でご一緒してからすごく応援もしてくださってたりして嬉しいです。うん、でもオルガン坂でしかまだメイクしていただいてないからね、またぜひメイクしてほしいな。自分でやるメイクとさ、やっぱこうプロのメイクさんがしてくださるメイクってほんと違うから、すごく勉強になるんですよね。ぜひまたメイクしてください、お願いします。ありがとうございます、嬉しい。そう、オルガン坂で言うと明日オルガン坂生徒会あるんですよ。久しぶりに、あ、すっごい大きい音出ちゃった。久しぶりに出るの嬉しい。そう、皆さん来れるのかな、観覧あるのかな。いつでもメイクさせていただきます。ありがとうございます。ぜひしてください、嬉しい。モーリーさん、やばい、ちゃんと実況できてないかも。ちゃんとできてたかな、やばい、見れない、やばいやばい。翌日の実況配信苦手でした。でも皆さん、私の実況はどんな感じだったかわからないですけど、でも皆さん絶対にこの配信終わっ見てない人はこの配信終わった後 TVer でぜひ絶対見逃し配信見てください、約束です。そう、絶対見て。私が今言ったことを踏まえて見てください。そう、私はもう一回復習すると、2番さんと、4番さんと6番さんは確実だったけど、3番さんも候補に入れてしまった、あ違う、5番さんも候補に入れちゃったかな。そう、まあそうです。とにかく見てください、見ればわかる。うんね、モーリーさん、やばい。そんな見え、でも今日も収録でした、今日も収録頑張りました。とにかく皆さん見てください。ちょっとすごい恥ずかしい、まあまあまあ、はい、ちょっとどうしよう、ぜひ見てください。あ、ぜひ見てください、モーリーさんが言ってます。皆さん、モーリーさんが言ってますよ、私も言ってます。TVerです、この後絶対見てください、皆さんが見てください。 TVerランキング1位。そうです、この後ですよ、さよならモーリーさん見てね。そう、生き相撲ね、懐かしい。モーリーさん怖いとかじゃない、全然怖いじゃない、優しいんですよモーリーさん、優しいんですけど、私こういうショールームになんか公式な方が来てくださるのってあんまりない気がするから、普通に緊張しますよね。いや、そう、
緊張しますよね。すごいオフな感じになっちゃってるから。優しいですよ。うんうん。今日もあった。うん。ねえ、私も毛利さん初めて見た。見た。前田社長いらっしゃったけど。そう。とっちゃん、とっちゃん、ありがとう。タワー、クマタワー、アリクマ。うん。うん？アリクマあった？分からんない、大丈夫かな。うん、アリクマあった？誰だろう。そうだね、タワーたくさんありがとうございます。うん、眠たくない。ねえ、モーリーさん、モーリーさん、私の配信大恥ずかしいんですけど、ずっと、ありがとう、モーリーさん、おやすみなさい。恥ずかしい、恥ずかしいです。こみ、恥ずかしい。言って、恥ずかしい、恥ずかしい、どうしよう。どうしよう、寝る？寝るって。あ、毛利さんおやすみなさい。私の配信はちょっとね、全然あの面白いこと言えないので、ちょっと今日は。そう。いや違う、え、追い出すとかじゃない、ちょ、私が恥ずかしいんです。うん、いや恥ずかしいです。何話し、なんかき、うん、うん、番組の時は面白い、番組の時より面白いこと言ってる。それはそんなことない。ゆかさんとは、ありがとうございます。ゆかさんとは、シドさん、シドさん、たまありがとうございます。アリクマ、うん、韓国語だ。저는유이입니다。はあ、森さんおやすみなさい。いや緊張しますよ、やっぱりね。え、緊張するよね。いや緊張するというか、だってそんな
私なんかの配信見ても面白いこと言えないから申し訳なくて、ね、ファンの私のファンの方はね、こんな私の普通の配信をね優しく見守ってくださるんですけどね、やっぱテレビ局の方でね、別に私のことを推しとかじゃないからね、私がこんな普通の話してもきっとね、そうなんだこれって思うじゃないですか。だからすごい変な汗かきます。した。お風呂入ったのに。うん。でも毛利さんはね優しいから、それ私が気にしすぎなところはあるんですけどね。うんうん。はあ。ひるうこさんも来てたよね、武道館。ひるうこさん、うん、ひるうこさん怖くはないよ、うん、いい人ではあるけどまた違いますよね雰囲気が皆さんってなってたら、まあそろそろ時間になってきましたね。そう、じゃあ皆さんそろそろにしようかな。そう、そろそろにしようかな。じゃあ皆さんこの後はさよなら森さんをもう一度見ていただいてからのバズリズムを見ていただいて、バズリズム、そう、いろいろ見るものがたくさんなんですけど、よろしくお願いいたします。明日はオルガン坂生徒会に行ってまいります。行ってきます。じゃあ皆さんありがとうございます。ささみくさんもねありがとうございます。じゃあ順位読みます。じゃあ13位から読みますよ。13位、ドクタータケさんありがとうございます。12位、ワイプさんありがとうございます。11位、ショートさんありがとうございます。10位、ゆかちゃんありがとう。9位、たけちゃんありがとう。8位、ひなとうさんありがとうございます。7位、とおにおにゆいおさんありがとう、さらへよ。と6位、ささきさん、ささめくさんありがとうございます。オルガン坂頑張ってきます、嬉しい。と5位、とっちゃんありがとう。4位、あ、ありくま、こいつちゃんありがとう、ありくま、ささみくさんもありくま。と4位、かずですさんありがとうございます、ありがとう、かずですさん。そして3位、パーマくんありがとう。そして2位は立山検察ミニオンさんありがとうございます。ミニオンさん、検察。そして1位はシドさんありがとう、ありがとうございます。ありくま、ということで、あーん、うん、オッケー。ということで皆さんありがとうございました。
また明日からね、お仕事の方もいれば明日は休日の方もいるということで、明日も皆さん頑張る方は頑張りましょう。そして休める方はゆっくり休んでください。この後24時59分からバツリズム、そしてさよならモーリさん見てください。明日はオルガン座が頑張ってきます。じゃあ皆さんありがとう、おやすみなさい。